おはようございます。おっ、頑張った。頑張ってください。もう早速ファンの方が今来てて、握手してくださいっつって、俺と森さん。で、矢野さんはもう完全にスルー。言っちゃったよね。僕はいいですか僕はいいですかって言ったら、じゃあ、どうぞ。じゃあ、どうぞ。待ってない時ほどきついもんないよね。俺ちょっとなんか、かわいそうになってな。世間はもうゴールデンウィークで今日はもう休みになると思ってたもん。そう言って去年結構空いてたから、アベノミクス舐めたらいかんと思うんですよ。去年のゴールデンウィークよりもあれあれあれ A ちゃんあれ嫌だ、受けたら嫌だっていう、なんで複雑な人だよ。この番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので、笑ってくだされば幸いです。じゃあ中須川端行きますね。ゴリさん、おしゃれな時計の付け方します。俺ね、荒れるんよペペはもう超健康だからいいよな。バカにした言い方やな。いや、してないしてない。わがは風邪ひかないといけないやつやな。健康一番っていうのが一番やん。いや、ニヤ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 しとってやる。俺偏頭痛あるやんか。偏頭痛はフェイクじゃねえかって俺たちの間じゃ。フェイクだろあれ。なんか偏頭痛の方がちょっと天才的な感じ。そうそうそう、薬もらうねえだったんだろうな。オリパラ見聞録のルールを矢野ベベが説明します。インタビューやメールで皆さんの行きたい場所を教えてもらい、その中から目的地を決定。僕たちがその場所に行き携帯写真をプレゼントします。どんたくだわ。毎週見てます。ありがとうございます。ファンの方ですか。はい、山口から来ます。嬉しくねえよそんなに。よしよしよし、なんで今払ったの。なんで今払ったの。こうやってハグした後車でですか。6時ぐらいに出て朝6時。何時に着いたの。8時半ぐらい。結構待ちかね。何やってたの。ずっとこの辺うろうろして。8時半から、はい、ありがたいな。山口県の笠戸島王城っていう温泉があって、 SL のレプリカみたいなのが泊まってる。心臓バクバクして。あ、そう。緊張してる。俺たちに緊張してるの。私がサザンに会うようなもんでしょ。それ緊張する。そこまでないみたいな顔する。大ファンです。毎週見てます。嬉しいです。休んできます、横浜にお願いします。横浜のどこかがちょっとわからないですけど森の中の教会。綺麗だったんですか。そこが綺麗かったんですよ。ありがとうございます。ロケ何なんですか。ちょっと SP 欲しいかもしれない。大丈夫、そこまでじゃないし。見てます。あ、本当ですか。で鎌倉大仏しかない。その前で写真を撮ろうとしたら、なかなか人が捕まらなくって、じゃあここはやめようって言って帰ったら、そっからなんか急に機嫌が悪くなって、ぐいぐい頼んでよ。なるほど。あー、厳しい。来ていただきますよ。生粋のファンがゴリパラ巡りしたところで。あ、ゴリパラ。あれ、ちょっと待って、これ聖地巡礼。これ俺らがロケで行ったとこを同じとこに行くという。DVD がゴリパラから出たらしい。勝手に作ってきてるじゃん。海賊版だよ。おお。ほら、おお、すげえ。ちゃんとタイトル。夏ぐらいに高千穂に行こうと思って、うん、ぜひそこのリサーチを。本当にリアルですよね、うん、本当に行くんだろうなって。こんにちは。D やらないで。せーの、あみだくじ。おいおい、やばいやばいやばい、やばい、高千穂。ありがとうございます。みんな気をつけてね。一緒にはいはい、毎日どんだけやったらいいのにな。ペペがおらんくなった。またあるで。どうしたの。ペペがおらんくなった。あいつなんか写真撮るみたいになって。あ、来た。今わーってなって、うん、矢野がいなくなったの。いてられんくなって逃げた。
俺も15年やっとんねん便乗できるわその辺はうまいこと。今回のゴリパラ見聞録は宮崎県パワースポットとして有名な高千穂をゴリパラ的にリサーチしてきます。とりあえずどうしますか。まあまあそんなねめちゃくちゃ遠くないんで地図が見たいんですよね僕は。トミさん地図系何が見たいか。地図大好き。そっからの攻め方でちょっと構成を立てていきたいですよ。例えば熊本以外すいません構成を立てていきたい、うん、立てたことねえだろ。いや今回はね追ってくれるわけでしょ僕たちが辿ったところをっていう意味で言うとこう旅の構成をね考えなきゃいけないっていう。どこで結局刺身食うかっていうことでしょ。そうそうそう刺身メインで考えてるけどさ別に他にもあるんじゃないの。いやそれは宮崎に行ってもいいよね。そうチキン南蛮とかもある。そうなんよ。でも宮崎って刺身どうなんですか。いやあるよ。そうなってくるとやっぱ九州って全部海に囲われてるから日本がそうだ。あ島国かサービスエリアで沈みようか。というわけで一旦木山サービスエリアへ。どういうことでしょう。地図取ってきますよ。はい、来ましたよ。お楽しみ。来た。何やこれ。何これ。何これ。何これ。ごめん。ここだ。高千穂はここだ。どことどこの県境。宮崎と熊本の県境。大分。熊本で降りて行くってパターンが最多。大分の方から行くパターン。上行くパターン。そして宮崎からグリーンって回っていく。下へパターン。上から行きましょうか。上からグリーンと行って延岡を拠点にして。あ、トトロのバス停。あ、書いてあるよ。俺ら行ったとこじゃないですか。違う違う違う。え、あれ鹿児島だ。あ、行きたいね。痛い目見てもらおうな。いやでもちょっと待って、これ地図に乗るぐらいなの。パターゴルフあるの。パターゴルフないって。俺ゴルフは引退したんだからねえ。もうあれはもうトラウマになってんだから。なんか車かけてやろうよ。泣いてたんだからあんた。ここはもう刺身、もうこの辺の刺身全部食べれるでしょ。どの辺。どの辺。この辺の刺身が全部。実際掴むみたいに。この辺の刺身が全部。UFO キャッチャーみたいに。なんか旅やぞ、こら。今日ね、俺ね、ちょっとお尻がね、痛いのよ。じらっ。いや、違う違う。寝てる間に誰かにめっちゃ蹴られたかもしれない。嫁にボコボコやられたんじゃない。渋滞です。なんかクイズでもないかな。しりとりトークなんとかしたんですよ。よかったね、とか。巣とかがめっちゃ多いんじゃないですか。だけど、そこが醍醐味になってきますね。どうせ暇だしやろうか。じゃあゴリさんどう行こうか。渋滞やな。長いですよ。よーく見ても混んでますね。寝ちゃおうかな。なかなか進まんね。寝ちゃおうかな。何用と、うん、お前バラ、あのお前ドライバーだろ。バラエティ。バラエティ。寝ちゃダメよ。よく考えたら、うん、運転変わればいいんじゃないですか。堪忍袋の方が切れそうや。やるじゃないか。やるねんが、なんで。ちょっと待って。どういうことなのこれ。やるじゃないか。やるじゃない。その言葉待ってたよ。よ。よ。よし、運転変わるか。変わりましょう。嘘嘘。下手くそか。まもなく高速を乗ります。あ、そう。こっからちょっと長いよね。そこってでもパーキングでもらった地図にも載ってるぐらいの。そう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 。結構あれ結構な名所なんじゃない。だからもうこれはもういると思ってるから。トトロがそんなキャラだっけ。いやキャラとかじゃなくて好きなんですよ。だってそういうなんか旅情を感じない人じゃん。温泉行ってさ、はい、ホテルの風呂でいいですって言うかさ。トトロをね、矛盾してんすよね。いやそれはまた別、トトロと温泉はイコールじゃないでしょ。矢野さんにファンタジーを感じないじゃないですか。うん、何ですかその。本当俺サッカー選手やったらブチ切れてますよ。実はちょっとトイレおしっこか。ちょっとダメだ。トトロいるって言うんだったら おしっこ我慢するだろ。めちゃくちゃだよ。トトロいないって言えるんだったらファミマ寄るけど。いるね。そうそう。通過です。でどういうことなの。いるって。宮崎駿さんですらさ何かをモデルにして作ったみたいなこと言ってるわけじゃん。土の子とかだったらまだ俺分かる。サンタがいるとかとは違うと思うんだよな。それだから間違ったファンタジーをアピールしてんだよね。間違いファンタジーを訂正してやらない。でもいるという。そうね。うん、ああ強いね。
ローソンあるけど、いるでいいんだな。いない。トイレ行ってくれ。ごめん。どうしたんですか。銅像があるんですよ。あ、これ。なんすか、これ。で、この大分の市街っていうのはなんかちょっと神にまつわること結構多くないですか。そういうなんか仏の感じするな。おい。仏。話変わってくる。ちょっと危ないもんになるでしょ。矢野さんテンション上がってきたんじゃない。トトロ感あるよ。おい、左じゃないんですか、これ左。ほら。ああ、そうね。ほらほらほら。この辺やろうけど、ね。でもトトロってもう場所の地名かね。地名か、地名かにゃ。あれ かわいらしい感じになってますね。あ、人が聞いてこいか。聞いてきてこい。トトロに関しては積極的ですね。うん、行っちゃうじゃん。そうだね。審査して。なんだあいつ、見たいとか言いながらこんな。こんな。我々だけで見ましょう。うわ、最高な。あ、あたたたたたたた。うわ、トトロだわ。いや、これどうする。いや、いいっしょ。もうだって乗らないんだもん。こっちの辺の景色はトトロですよね。矢野が来た、矢野が来た、矢野が来た。あれこれはこれは切れてるぞ。早くしよう、早く。これは怒ってる。キワキワキワダメです。出てこい。あれ、ベベ乗ってなかったの。エンジン切れ。キワなし。一回出てこい。これはか。これしたらもう何でもありやわ。いやまあ、フルスイングや。昔野球やってたからな、あいつ。一旦捨てましょう。そうしないと我々出れない、やっぱり。また寝てるんだよ。俺はどっちか。わあ。ちょっとちょっと。あ、危ない。じゃんけんにさせてください。じゃんけんせ。で、次元したのは僕ですけど、行こうやって言ったのはゴリさんです。いや、じゃんけんせ。お前もや、一緒や、お前も一緒や。じゃんけんせ。はい。本気でやる。ケツバットはやめてください。ちょっとそのトゲトゲが嫌なんですよ。血出るよ。こっちでやれやろ。ちょっとだけ血出したら軽くやって、軽くやって。血出した。あ、ちょっと。あ、割れたんで今。これでいけるよ。ごちゃごちゃ言うなよ、お前。すいません。最初はグー、じゃんけん、ほい。よっしゃーっ。よっしゃ。ちょっともうお尻がもう。ケツ出して。この辺にしてください。ちょっと待って。これそれ三国志時代にこういうのもやってる。お前があるんや、それ。痛い。痛い。痛い。これ耳詰まれなるパターンや。普通に痛い、これ。めっちゃ痛い。全然バラエティじゃない。しょうがない。これはあのマジで曹操がやらしてたやつだよ、これ。マジケツも本当ダメかも。トトロでしょ。あ、おるやん。うわ、すごいやん。真っ黒クルスケだ。どれ。あ、ほんとだ。ちょっとじゃあ写真だけさっと撮ろう。うん、斉藤くん笑顔で。ケツ痛いです。残念ながら僕にはトトロは見えませんでしたが、とてもファンタジーなスポットです。何これ。わ、こっち、あ、猫バスいた。あったあったあった。そういうこと。これはいいわ。猫バス、これ写真撮れんのよ。ちょっとトミさん撮って。はい、チーズ。おー、乗ってるみたい。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 最高やん。おっさんも乗せてくれんだな、猫バスな。うん、どうなんだ。お店場ありますね。乗ってた以上な街やね。さあ、一応あ、ホテルリサーチ。はい、もうあら、来た。居酒屋対抗か、とんちゃんか。行列なり来てるけど、あれなんだと思います。チキン南蛮だ、すげえ。多分やけど、2時間ぐらいかかるさ。ここ行かないの。行かないです。並ぶのはもうちょっときついな。もう刺身って決まってるから。いや、もう正直刺身っすね。並びたくないから行かないの。いや、俺もう勘で分かるんですけど、うん、67% 俺断られると思うな。取材中途半端やね。でも 100% でええやん。3回に1回はいけるやん、それやったら。昭和のなんでパチンコ玉落ちてんだ、ゴリさんとか。ゴリさんから落ちてきた、うん、
これ行った？ポケットからパチンコ玉出てくる。俺から？そう。だってそれ以外考えられない。ポケットからパチンコ玉出てくるタレントの。パチンコ玉出てきたよ。ポケットからパチンコ。そんな人絶対売れないでしょ。今夜の一献はホテルおすすめのこちらで開催です。それでは本日の焼酎こちらでございます。ダン両店というこちらも。延岡で作っている芋焼酎でございます。初めて聞いた。佐藤焼酎製造株式会社さんが作られております。会社名とかいいんだけど、もういいんじゃないの会社名、ね、詳しい人は心するんで、そうですね。おーすっきりな感じやな。これは美味しいよ。この量はいいな。これはこれはちょっといただきます。あ、うまい。うまっ。マスターから少し多めに。あら、生きてる生きてる。今、揚げてきましたんで。うわー、はい、あ、まっ。コリコリやん。あ、歯応えすごい。最高やな。うん、マグロ。あれ、まだったー。うわ、やっぱちょっといいの食べ過ぎて嫌われるんじゃない。俺たち、俺たちやっぱもやしとか食っとかないと。ネタしすぎて、うん、はい、いやそれはちょっとあるかも。正座なってるもんね、うん、この店は量が多いの、うん、すごいよ。これもう食わんわ。食うや、絶対食うやん。お前食わ、もう大丈夫。じゃあもう少しして。少しばかりの贅沢もしきれない自分たちの小心さに嫌気がさしながら、話題はゴリケンさんの奥さんのことに。街だったんでしょ、俺の嫁と。可愛いよね。いや、ゴリさんの嫁可愛いわ。すごいいい笑顔を俺に見せてくるんですよ。ペペくんっつって。で、それジェラシーやもんね。キスはしてんの？無理やり。朝5時起きとかっていう時あるやん、うん、その時に嫁寝てる、寝てる時にちょっとして、うーんって言ってる前に出る。起きる前に、ね、夢だと思わせんの。飯とかチャーハンみたいなのがあったから、うん、シェアかなと思って、うん、ちょっといただいたら、めちゃくちゃ怒られたよ。シェアよかった。シェアよかった。ちょっと待って、家族にシェアとかないから。なんて怒られたの？いや、食べたろチャーハン。で、偉いもんで、バカやから、うん、食べてないっつって。そっから、そっからもう重なりますわな。やっぱ結局魅力不足やって。何の？俺たちの。そうなんや。もともとさ、もともとだってミュータントなわけじゃん。たまたま結婚できた2人。そうなんや。うちの嫁はバレリーナで、うん、いろんなものをこう追求して、美しさとはとこう指一本の動きをこだわってた人がさ、ちょっとなんか、なんやこれ面白そうだ、美味しいかもしれない。珍味なわけです。そう、珍味を。だからこういう言い方させてください、うん、我に返った。斉藤、それ悲しすぎないか。もう10年なんですよ、結構。なんか全然好かれてないなと思ったけど、よくよく考えてみろと。俺、斉藤、もともと全力でぶつかってなんとかキスさせてもらってたろうと。天狗なってたんよ。キスが当たり前だと思ってた。そう、こんな綺麗な嫁さんをね、何を当たり前みたいに思ってんのってなったんよ俺。全力よ今。できてんのか。今もう中、いや、さしてもらってない。まだ。そりゃそうよ、当たり前よ。だってもう俺らやもん。なんかしらの間違いで結婚してんだから、向こうからしたら。不安定なブサイクで。もう。そう。不安定なブサイク。不安定な金がね。不安定。生活不安定な不細工、最悪じゃね。不安。いや、そうね、だからもう一回嫁とね、いろんなことをこう仲良くしたいというのならば、出会った頃のように帰らないとダメ。そうな。出会った頃の二人に。いや、ほんとそうよ。出会った頃のような全力で、全身全霊で、お金も労力もかけて、時間もかけてやらないと、もうキスすらできない。もうそもそも論なんですよ。もう天狗なんですよ。不細工なの忘れてた、結婚できたから。だからお前と俺は一緒の立場で、お前の方がかっこいいから有利やぞ。嫁に対しては。
でも斉藤のどっちがチューできるかっつったら、いや俺の方がいい現時点で言うと、いや俺もそう、もう一回恋愛しようっていうことですよね。そういうことです。出会った頃のようにもう一回好きにさせるために頑張る。もう一度戻ってみよう。でも二人がさ、まだ好きなってことはいいことなんじゃないの。踊りたいもん嫁とシャルビーダンス、シャルビーダンス踊りきるけど、シャルビーダンスやってみたい。わきまえろということだよ。もうじゃあもう一生追いかけていかないからね。一番近い人に認められんとさ。そうだね。な、認められるわけないもんな。間に合うよな、まだ。当たり前じゃん、まだ始まっちゃいねえよ。きっつりだ。きっつりだ。でもほんまになんか他のさ、スタッフとかに好かれるのを考えたりしてたけど、やっぱいい嫁に好かれないともうダメだ。いや、本当やな。もう思った。嫁に好かれんやつは売れんわ。売れん。でも2回好かれたらすげえぜ。そうだな。確実に今ゼロやから。でも結婚した男は二度惚れさせなきゃいけないんじゃないかな。恋愛でが惚れさせるっていうのは一個、生活という中で惚れさせるっていうのを1個。いや、生活ということで惚れさせたやつはやっぱすごいね、うん、そこで言うともう全然振られてるからね。もうマジでやばいっちゃうから。これ二度惚れさせてる男なんかいんのかな。いや、いるいるいるよね。いいんだよ。結婚って何なんだろうっていう。一回一回のチュー大事しろ今の。ペペね、今チューとかしてんじゃん、はい、想像できへんようなんだよ。どんやってチューしてたっけなんて。なる。マジで。マジで。あの素晴らしい愛をもう一度だな。今かかるとしたら。そうね。あの時風が流れても変わらないと言った二人の心と心が今はもう通わない。もうちょっと切ない。風がすぎるやん。いい歌やなこれ。え、その3番とかでさ、通わないの。もう全部通わない。終わっちゃった。聞いとくわ、2人の奥さんに、ともちゃんとまりちゃんに。どう思ってる。一発試しか。もう俺もちゃんとそんなマイナスのことは言わないから。いやでもすごい未だに好きやし、なんか頑張って仕事とか頑張ってるよみたいなことは言うよ。めっちゃなんか好きらしいでって言ってもらって、うん、っていうの言うよ。今度も高校生や。今だけこれはちょっと今日嫁寄りの意見を言ってるんだ。わかる。なぜか、うん、チューしたいから。これはね、申し訳ないけどオンエアを通してね、取りに行ってる。電波を使って。次回ゴリパラ見聞録発車オーライ。見逃すな。